漢字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 。こんにちは、日本語の森のゆき先生です。今回も漢字の勉強頑張っていきましょう。はい、始めますよ。じゃあ一つ目の漢字から、この漢字見てください。この漢字読み方は訓読み、せ、せい、そむく、そむける。せ、せい、そむく、そむけるです。音読みははい、はいです。はい、覚え方なんですけど、これ上と下に分けて考えましょう。まず下から月、月ですね。月ですけど、月が漢字の部分になると肉や体を表す漢字の意味になります。例えば前もやりましたね、胃です。胃とか胸とか、月が入ると体の一部、肉になります。そこ覚えておいてください。はい、じゃあこれ上に戻りましょう。上の形、これ何に見えますか？これは背中の形を表します。こうです、こう、後ろのここで背中の部分の形に似てますね。まあ方角、北南の北にも似てますが、この場合背中の形と覚えましょう。こういう形です。はい、じゃあ例文いきましょう。背中を流してあげるから一緒にお風呂に入ろう。眠気を覚ますには背伸びが一番。親の期待に背くわけにはいかない。海を背景にして写真を撮った。はい、この2ついきますよ。この2ついきましょう。眠気を覚ますには背伸びが一番。はい、これ前やりましたね。眠気、眠い眠い眠い気持ち、眠気を覚ます。眠気をなくすには背を伸ばす。背伸びが一番。こうですね、うーんって伸びをすることです。背伸びです、背伸び。はい、次、親の期待に背くわけにはいかない。親の期待、期待って何か分かりますか？期待っていうのは、ゆきちゃんならきっといい成績取れるよね、いい大学取れる、いい大学入れるよねっていう、こう予想、いい予想、いい予想を相手にすること。親の期待っていうのは、親が私にゆきちゃんならいい大学入れるよね、いい成績取れるよねっていう、いい予想です。いい予想。はい、だからその期待に背くって読みます。これ背く、背中でくだから背くはこうです。親の期待にこうするわけにはいかないですよね。こうやって、うん、大学の受験の勉強頑張るよ、大学受験頑張るって親の期待に応えます。背くはいけません。期待に応えない、背くのはダメですね。はい、そういう意味です。わかりましたか？はい、あとは命令に背くとかも使います。命令に背く。はい、わかりましたか？次行きましょう。2番、この漢字見てください。訓読みは胸、胸、胸、胸。音読みは今日、今日です。はい、覚え方いきましょう。また来ましたね、月。体の一部を表します。さっきもこの漢字ちょっと例に出しましたね。はい、これは胸です。ここの右の部分見てください。これ心臓の形です。心臓、心臓ですを包んでいる体の部位は胸と覚えましょう。胸ってここですね。で、ここには心臓がありますね。心臓がこうです。前、殺すって漢字ありましたね。木で縛った人の心臓を矛で刺すって覚えましたね。ここ心臓を意味しますね。なので漢字のこれは心臓を、心臓です。心臓覚えましょうね。はい、これ、はい、心臓をこれで包んでるところ、胸です。はい、覚えましたか？はい、大丈夫ですね。じゃあ例文いきましょう。胸を張って堂々と歩く。あの先輩のことを考えると胸がドキドキする。朝から胸騒ぎがする。
嫌なことが起きなかったらいいけど、いい度胸ですね。はい、この中だとこれとこれやりましょうか。胸を張って堂々と歩く。まあ胸を張るっていうのはこうじゃなくてこうですね。姿勢を良くして、姿勢を良くして堂々と歩く。堂々とっていうのは自信を持って、すごいこういう感じです。これは堂々じゃないです。堂々と歩く、胸を張って堂々と、自信を持って強気で強そうな感じです。堂々と歩く。次、あの先輩のことを考えると胸がドキドキする。はい、これはあの先輩のことが好きなんですね。好きなんです。だからあの先輩のこと考えるとここがドキドキするんですね。よく日本の漫画で、女の子用の漫画、少女漫画で主人公が恋に落ちるといつもドキ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 って言ってます。日本では心臓の音をドキドキって表現します。胸がドキドキするです。はい、次行きましょう。3番、この漢字見てください。訓読みは腰腰、音読みはようようです。はい、覚え方いきましょう。この漢字、はい、これも体の一部なのでこの漢字使われてます。月ですね。肉を表します。右側、この漢字何か分かりますか？必要のようですね。必要のようです。だから覚え方は、体の中で一番必要な部分はどこですか？体の中で腰です。腰はここですね。この部分です。ここが痛いと動けないし立てないし何もできないですね。はい、ここが一番大事です。はい、やストーリーは、体の中で一番必要な部分は腰だって覚えますよ。覚えましたね。ここですよ、腰は。はい、じゃあ例文。彼はいつも腰が低くてとてもいい人だ。また逃げたのか、この腰抜けが。腰痛がひどい。はい、じゃあこれとこれですね。この2ついきましょう。はい、彼はいつも腰が低くてとてもいい人だ。腰が低いっていうのはいつもこうしてるってことです。いつも ありがとうございますありがとうございます。偉そうじゃない人ってことですね。すごいいい人そうですよね。いつもこうやってたらありがとうございますありがとうございます。腰が低いっていうのは偉そうじゃない、丁寧でいい人ってことです。皆さんの周りにもいますか？はい、じゃあ次行きましょう。これも行きましょうね。また逃げたのか、この腰抜けが。この腰抜け、悪い言葉です。どういう意味かっていうと、もう腰が抜けてる、もうすぐなんか何かあったらすぐ逃げちゃう、すぐ逃げちゃう人のことです。弱い人ですね。弱虫、勇気がない人のことを腰抜けって言います。この腰抜けがあって悪口です。悪い言葉です。はい、わかりましたか？次行きましょう。4番、この漢字、訓読みは破れる破る、破れる破る、音読みは歯歯です。はい、この漢字左側見てください。石ですね。石石ね。で、右側は川ですね。川。だから覚え方は、石で川を破くって覚えましょう。石で川を破く。破くって何か分かりますか？破くってこういうことですよ。破れた、破く。はい、今私は紙を破きました。はい、石で川を破くと覚えましょう。これでこの感じです。例文いきます。階段で転んだらズボンが破れた。うん、デートの約束を破る。彼は授業に失敗し破産してしまった。相手が全然仕事してなかったので契約を破棄した。はい、じゃあこれとこれやりましょう。1つ目、デートの約束を破る。まあこれはデートの約束をしてたんですね。明日の5時に公園集合ね、デートしようってデートして約束してたのに、あ、ごめん急に行けなくなっちゃった。
デートの約束を破る、約束をなかったことにした、破ったってことです。はい、わかりましたか。次、相手が全然仕事してなかったので契約を破棄した。はい、これですね。相手が全然仕事してなかった、契約してたのに。契約っていうのはお金が関係していたり、すごく大事な約束のことを契約って言います。ね、その契約を破棄した、破って捨てたって書いて破棄です。捨てたです。これ捨てた、これは捨てたって意味の漢字です。で、破棄ですね。で、契約って言葉が来た時よく破棄って言います。契約を破ったより契約破棄の方がよく言いますね。わかりましたか。で、約束も破棄より約束を破ったの方がよく使います。はい、使い分けましょう。次、はい、じゃあ5つ目、この漢字いきましょう。見てください、読み方。盛る、盛る、盛んです。盛る、盛る、盛ん、音読みは正常、正常です。はい、これ覚え方、下見てください。これお皿ですね。お皿、ご飯を食べるときに使うのはお皿ですね。この上に、皿の上にご飯を乗せます。皿、上はなるですね。何々なるでこの漢字使います。成功のせいでもありますね。何々をなる。はい、なので覚え方は、皿の上にご飯がなると覚えてください。皿の上にご飯がなる、つまりご飯を盛っているです。ご飯を盛るっていうのは、ここにお皿ありますね。お皿があります。ご飯を盛る、こうやって盛る、乗せることですね。はい、わかりましたか。皿の上にご飯がなる、つまりご飯を盛るです。例文いきましょう。ご飯を盛る、食べ盛りの子供たちを育てるのは大変なことだ。会場には大勢の人が来て盛大に盛り上がった。ベトナムではサッカーが盛んだ。この下の2つやりましょう。はい、1つ目から、会場には大勢の人が来て盛大に盛り上がった、まあ、これは会場にたくさん人が来ました。で、盛大にっていうのは大きく盛るですね。大きく盛る、つまりすごいっていう意味です。とっても盛大に、とっても盛り上がったよ。盛り上がるっていうのは、会場の雰囲気、会場の人たちがイエーイってすごくどんどん楽しそうになっていく、どんどんイエーイってなっていくことを盛り上がるって言います。はい、次、ベトナムではサッカーが盛んだ。サッカーが盛んだ、これはベトナムではサッカーが人気だってことです。人気だ、盛んだ、わかりましたか。人気だ、盛んだです。はい、次行きましょう。6番、この漢字見てください。訓読みはこと、こと、音読みはい、いです。はい、じゃあ覚え方行きましょう。この漢字、上が田んぼの田ですね。田んぼの田、わかりますね。下はこれ、ともにです。ともに、一緒に、同じように、ともに。これ知らないっていう人いたら、人が二人一緒に頑張ってる姿を想像してください。その様子と覚えてください。これ二人が一緒に頑張ってるように見えますね。はい、なのでストーリーは、ともに同じ田んぼでそれぞれ異なる仕事をすると覚えましょう。同じ田んぼで働いてても、同じ田んぼで共に働いてても違う仕事しますね。こっちはこうやって土を掘って、こっちではこう稲を準備するみたいに、それぞれ違う仕事をします。異なる仕事です。異なるは違うって意味ですね。はい、じゃあ例文いきます。今年は異常に暑い、母の身に異変が起きたのではないかと心配した。
異性との交際、自分と異なる考え方を受け入れる。はい、じゃあこれとこれやりましょう。今年は異常に暑い。はい、この漢字、これ何の字かわかりますか？通常の常、常に、常に、通常、つまりいつもはってことです。通常は何々何々ってよく言います。なのでいつもより、いつもと異なるぐらい暑いって意味です。異常に暑いっていうのはいつもと全然違う、異なるぐらいすごい暑いよってことです。わかりましたか？はい、じゃあ次行きましょう。異性との交際、異性との交際は異なる性って書いて異性ですね。だから私は女なので異性は男です。男の人にとって女性は異性です。異なる性を異性って言います。はい、じゃあ交際は、交際は恋人になることですね。付き合うことです。わかりましたか？はい、はい、じゃあ7個目の漢字いきます。この漢字読み方、訓読みはなし、音読みはすい、すいです。じゃあ覚え方いきましょう。左側目ですね、目で、右側これ垂れる、皆さん N3 でやりましたね。垂れるですね。意味忘れた人いますか？垂れるは落ちることです。水がポタンポタンポタン落ちること、垂れるですね。はい、わかりましたね。思い出しましたか？目が垂れて寝ると覚えましょう。覚え方は目が垂れる、あ、もう目が重たく閉じていく、垂れる、落ちていく、目が眠い眠い、目が垂れて寝る、睡眠すると覚えましょう。この感じで大事なのは、睡眠、睡眠っていうこの言葉がこの漢字ではよく使います。はい、じゃあ例文。睡眠不足、起こされるまでずっと爆睡していた、昨日は仕事で一睡もしていない。はい、睡眠、これこの2つやりましょう。はい、さっきも言いました、睡眠不足、睡眠、もう絶対これ覚えてください、すごい出ますよ。睡眠不足は睡眠が足りてない、睡眠不足。普通はいつも8時間寝るのに最近5時間しか寝られてない、睡眠不足だですね。はい、次、起こされるまでずっと爆睡していた。はい、この部分、爆、爆、爆やりましたね。覚えてますか？暴れる日って書いて爆ですよ。そのくらい寝ていた、もう爆睡っていうのはすっごい寝てることです。すっごく深くぐっすり寝てることです。爆睡していた、わかりましたか？よく学校で授業中に爆睡してる人いますね。授業中にこうやって寝て爆睡してる人います。はい、覚えましょう。8番、はい、この漢字さっきもちょっとやりましたね。睡眠の眠ですね。訓読み、眠る、眠い、眠る、眠い。音読みは、みん、みんです。はい、じゃあ、覚え方いきましょう。はい、左は、もちろん、目。目を表しますね。じゃあ、右側は、右は、右は、民です。民。国民の民ですね。はい、国民の民。はい、なので、覚え方は、国民は、みんな、眠いって覚えましょう。国民はみんな眠い。わかりやすいですね。国民の目、見てください。眠そうですね。国民はみんな眠い。はい、覚えましたか？はい。じゃあ例文。あー、昨日はよく眠った。気持ちがいい。眠気覚ましでコーヒーを飲む。睡眠不足。眠いけど我慢して勉強する。15分ほど仮眠をとる。じゃあこの2ついきましょう。眠気覚ましでコーヒーを飲む。はい、眠気、眠い気持ちですね。あー眠い、寝たいっていう気持ちを覚ます、なくすためにコーヒーを飲むってことです。コーヒー飲むと目がパッて開きますね。眠くなくなりますね。だから
眠気覚ましでコーヒーを飲む。わかりましたか？はい、次。15分ほど仮眠をとる。仮眠っていうのは仮に眠る仮眠です。まあほら、普通なら皆さん眠るとき6時間7時間8時間眠りますね。でも仮の眠る仮眠は15分ぐらい短い時間だけ寝ます。そうすることで少しだけすっきりする、少しだけこう眠くなくなる、仮眠をとる、よくしますね。よくテスト勉強でどうしても眠くて我慢できない時とか仮眠をとります。はい、じゃあ次行きましょう。9番行きます。この漢字、訓読みは省く、顧みる。省く、顧みる。音読みは小生、小生です。覚え方はここ上見てください。少ないですね。少し、少しのこの漢字と下、目です。目だからストーリー、仕事の量を目で見ながら少なくすると覚えましょう。省くっていうのは何かを少なくするときに使います。仕事の量を目で見ながら少なくするです。わかりやすいですね。じゃあ例文いきましょう。無駄を省く、人生を顧みる、時間がないので挨拶は省略します、夏休みは帰省する、あなたが悪いんだからちゃんと反省しなさい。はい、じゃあこれとこれとこれやりましょう。はい、まず一つ目、人生を顧みる。さっき省くは何かを少なくすることって言いましたね。でも顧みるは違う意味です。顧みるは昔、戻れない昔のことを戻って考えてみることです。顧みるは昔あったこと、過去のことを考えることを顧みるって言います。わかりましたか？はい、次。だから人生を顧みるはもう過ぎ去った過去、今までの人生のことを考えること、人生を顧みるです。はい、次。時間がないので挨拶は省略します。これは省いて略すんですね。略って何かっていうと、よく略すって使います。略す、短く、長い言葉を言いやすくするために短くすること、略すって言います。略し言葉っていうのが、略し言葉っていうのが日本の若者の間で使われます。長い言葉を短くするんですね。例えば怒っている、怒っている、この言葉を若者はおこなんだけどって言います。怒っているのおこだけ略しておこなんだけどって言ったりします。はい、なのでこの漢字、省いて略すから、その時間がないから挨拶をしない、挨拶を省いて略す、なくすことです。挨拶は省略します、すいません時間ないのでってことですね。次、夏休みは帰省する、帰省する、帰省するね。これは故郷に帰るってことです。ふるさとに帰るってことです。なのでよく大学生、日本の大学生は地方から、東京とか地方から都会に来てる大学生が多いので、よく夏休みはみんな自分の故郷に帰ります。自分の住んでいた場所に帰る、帰省します。はい、じゃあ次の漢字いきましょう。この漢字、訓読みは疲れる、疲れる。音読みは日、日です。はい、じゃあこの漢字どう覚えますか？まずこれ、これは病気を表す漢字の部分ですね。はい、病気を表します。はい、で次、下、川、川ですね。川、この部分ですね。川です。なので覚え方は、川が病気になると疲れると覚えましょう。川が病気になると疲れるです。はい、川が、
この病気をつけて疲れるです。わかりましたね。はい、じゃあ例文。新しい仕事は疲れますが面白いです。余裕のない生活に疲れる。心身ともに疲労がたまる。はい、じゃあこれとこれ。新しい仕事は疲れますが面白いです。新しい仕事ってわからないことが多くて疲れますよね。でも全部新しいから面白い、そういうことです。新しい仕事は疲れます。あー疲れた、でも面白いです。はい、次行きましょう。心身ともに疲労がたまる。はい、これ心身、心も体も、心も体もともに、ともにね、これともに疲労がたまる。まあ疲れですね、疲れがたまることです。どっちも疲れるって意味ですね。疲労です。疲労がたまるって言います。疲れがどんどんたまっていく、疲労がたまるです。はい、じゃあ次行きましょう。11番。この漢字は訓読みはなし、音読み小、小です。はい、この漢字もこれ病気を表す漢字の部分が使われてますね。それに正しい、はい、症状です。小、小。はい、ストーリー。正しい生活をしないと病気になりますと覚えましょう。正しい生活をしないと病気になります。正しいね、正しい。はい、じゃあ例文いきましょう。かなりの重症です。今すぐ入院してください。軽症で済んだのは不幸中の幸いだ。タバコの禁断症状が出てくる。手術の後遺症で重い荷物を持てない。はい、じゃあこれとこれやりましょう。軽症で済んだのは不幸中の幸いだ。はい、軽症っていうのは軽い、症、軽症、つまりまあ病気とか怪我が軽く済んだってことです。軽く済んだってことです。こっちに重症って言葉ありますね。重い症状、まあこれは病気とか怪我がすごい大変なことになってる、もうすごく深刻なことになってる、重症です。はい、軽症で済んだ、軽症で終わったのは不幸中の幸いだ。まあこれはですね、よく言う言葉なんですけど、まあ不幸なんですよ。病気とか怪我になったら不幸ですよね。ですけど、不幸だけど軽症で済んだ、軽かった、症状は軽かった、それは良かったんじゃないの、ポジティブに行こうよってことです。不幸だったけど、まあ不幸の中でもまだ幸せな部分はあったよね、いい部分はあったよねってことです。はい、次。タバコの禁断症状が出てくる。はい、さっきも少し症状って言葉使いましたね。症状っていうのは病気とか怪我の状態のことです。症状、病気の症状だとその病気で今どんな状態なのか、症状ですね。はい、じゃあタバコの禁断症状って何ってなりますね。まあタバコ吸うじゃないですか。吸ってる方いますか。でやめたいって思いますよね、タバコで。やめました、するともうどんどんタバコが吸いたくなってくるんですね。タバコが吸えないとなんか怒りっぽくなったりイライラしたり、もうすぐうーんタバコ吸いたいってなるんですね。それがタバコの禁断症状です。タバコを禁止してやめたら出てくる症状、禁断症状。わかりましたか。タバコは怖いですね。はい、次行きましょう。12番。この漢字読み方、訓読みは基礎セル、基礎セルです。音読みは今日、経、今日、経です。わかりましたか。はい、じゃあこの漢字覚え方。上に立つがあります。立つですね。下は兄ですね。立つ、兄が2セットです。なので覚え方は2人の兄が馬の上に立って競っていると覚えましょう。2人が馬の上に立つんですね。それで競うんです。俺が先だぞ、俺が勝つぞ、俺が勝つんだぞ、競う、戦う。
はい、わかりましたか。はい、じゃあ例文です。競うように電車に乗って、競うように電車から降りる。合計タイムの速さ順で順位を競う。新しい企業が次々と参入し、価格競争が始まった。はい、これとこれいきましょう。競うように電車に乗って、競うように電車から降りる。まあ、これは日本でよくありますね。日本の電車って毎日混んでます。人がたくさんいます。満員電車です。だから急いで乗らないと乗れないし、急いで降りないと降りられないんですよ。だからみんな、俺が先に降りる、俺が先に乗るみたいに競うように、もう争うように電車に乗って、競うように電車から降りるんです。嫌ですね。もう毎朝大変です、電車に乗るのは。はい、次。新しい企業が次々と参入し、価格競争が始まった。まあ、これは新しい企業がたくさん参入、入ってきたことによって、私の会社は100円で売ります、いえいえ、私の会社は90円で売ります、いや、私の会社は80円ですって言って、もうお客さんが欲しいからどんどん安くしちゃうこと、どんどん競って安くすることを価格競争って言います。はい、競争、競う、争うで競争です。いろいろ争うこと、いろいろ競うことに対して競争って言いますね。競争です。よく出ますから覚えましょう。次、13個目の漢字。この漢字、訓読みはなしです。音読みは小、小です。はい、覚え方。はい、これは早いって意味の漢字ですね。早い、お、早い、早い。上は立つです。立つ。だからストーリー、朝早く、朝早く立って漢字を一章から勉強するです。一章っていうのは最初の部分です。一章、二章、三章、四章ありますね。そういうことです。はい、じゃあ例文。第一章から勉強する、かっこいい文章を書く。はい、両方いきましょう。第一章から勉強する、これさっきも言いましたね。まず最初の部分です。第一章です。第一章、第二章、第三章と続きます。よく物語や問題集で使われますね。次、かっこいい文章を書く。文章ね、文の章、文章っていうのは長い文です。長い文です。一文とかじゃないです。長い文を文章って言います。はい、わかりましたか。はい、じゃあ最後の漢字です。この漢字見てください。訓読みは甘える、甘やかす、甘い。甘える、甘やかす、甘い。音読みは甘、甘です。なので、はい、じゃあこの漢字覚え方ですね。この漢字何に見えますか。これ缶に似てません。缶、飲む缶です。この缶とは違いますよ。この缶じゃないです。こういう飲む缶です。なのでこの漢字は缶に似ている。コカ・コーラは甘いと覚えましょう。コカ・コーラ皆さん知ってますね。甘いですよね。そう覚えてください。はい、じゃあ例文。甘いものが好き。1日10時間の勉強なんてまだまだ甘いです。彼氏にうまく甘える方法。はい、じゃあこれ全部やりましょう。甘いものが好き、まあこれは単純に普通に舌で感じる甘さです。チョコレートが甘い、お菓子が甘い、いろいろありますね。はい、甘いものが好き、皆さん好きですか。はい、次。1日10時間の勉強なんてまだまだ甘いです。1日10時間勉強するなんてすごいですよね。でも上には上がいます。1日15時間勉強してる人もいますね。いるわけですよ。だからその人からすれば、1日10時間の勉強なんてもう全然全然、もう短い短い、もっと勉強できるでしょうってなるわけです。つまりまだまだ甘いよってことなんですよ。お、僕1日10時間勉強してすごい、俺が一番だ。
まだまだ甘いよ、全然だよ、もっと勉強できるよ、そういう風に使います。上から目線ですね。上からです。上から来る言葉ですね。まだまだ甘いです、まだもっとできるんじゃないのって時に使います。次、彼氏にうまく甘える方法。甘えるって何か分かりますか？甘えるっていうのは、こう例えば彼氏に、あのさ、今からさ、あのお菓子食べたいから今すぐ買ってきてくれないって言ったりして、こういろいろわがままを言うことですね。わがまま言ったりして、こういろいろやってもらうことです。甘えるです。甘える。はい、皆さんは彼氏に甘えてますか？はい、あとは甘やかすって言葉もありますね。例えば彼氏が彼女に甘やかす、まあ彼女とか親が子供に甘やかすもあります。はい、何々ちゃん、お菓子食べなさいねとか、あ、早く寝ようね、お風呂入るみたいに、すごくすごく可愛がること、可愛がりすぎることを甘やかすって言います。はい、わかりましたか？はい、じゃあ今回の動画はこれでおしまいです。皆さん見てくださってありがとうございました。バイバーイ。